こんにちは。今日はデスクトップパソコンで音楽を再生するときに使うスピーカーのお話をしてみたいと思います。2年くらい前からどういう、スピーカーを使って音楽を聴こうかなと考えていたんですけど、ちょうど2018年にオントモショップ、音楽の友社さんが運営されているウェブ上でお買い物ができるオントモショップで、発売されていましたスピーカーユニットと、それからエンクロージャー、箱の部分ですね、それを工作できるキットが発売されておりましたので、そちらを使って手作り工作を初めてやってみたんですね。その時はマークオーディオ製のこの、スピーカーユニット、それ8センチですね、それに対応したこの箱の部分、とても軽い素材でできているものなんですけど、もう高揚ボンドとドライバーがあれば簡単にできるということで、私もチャレンジしてやってみたら、簡単にできました。でもちょっとネジを締めたりするところ割と力がいったので、出来上がりは結局よーく見るとちょっとガタガタな感じになってしまったんですが、でも音は再生してみたらとてもよくなってまして、割とねクリアな高音が得意というかね、キラキラとした音が、とても綺麗に響く、そういう、スピーカーが出来上がりました。低音が少し、もうちょっと欲しいなということで、私はフォステクスさんのサブウーファー、小さいものをですね、贅沢にも、机の足元に2個並べて、そちらで低音を補強しながら非常にクリアな、サウンドで音楽を聴いてきました。しかしですね、個人的にはもう少し柔らかめの、豊かな雰囲気のある温かみのある音が好みなんですよ。それでちょっと買い替えてみようかなと検討していたところ、昨年の秋ですね、2020年の秋にまたオントモショップから新しいスピーカーユニットと、そしてエンクロージャーの手作りキットが発売になりました。で、中でもですね、天然無垢材を使ってとっても美しいスピーカーを作れますというセットが発売になりましたので、作ってみました。頑張りました。ちゃん、こちらがオーディオアクティビストの生方三郎さんが、設計をされた生方モデルというやつなんですけれども、ここがですね、ここの木材がレッドチェリーでして、こう上とか横とかは日本の、国産のオークを使っている、オーク材ですね、樽とかに使われている木材を使用した、とっても小さいんですけれども、ずっしりと重みのある、見た目は本当に綺麗な木目が出ている、そんなスピーカーを作りました。はい、やはりこれもですね、丁寧に作ればやっぱりいい音がするだろうということで、ヤスリを最終的にきれいにかけてニスを塗って、もちろん中の、吸音材もちょっと調整しながら、より深みのある音を目指して、作ってみました。生方さんから作り方のポイントなどを教わったので、私だけその情報を、持っているのは非常にもったいないので、そちらはですね、オントモウェブマガジンオントモの方に記事にしましたので、ぜひそれもご覧になっていただきたいと思うんですけれども、せっかくこのように作りましたので、ゼロ1個ぐらい違うんですよね、こちらとこちらで。なのでせっかくですから、ちょっと聞き比べをやってみたいなということで、この動画をご覧になってくださっている方がどういう環境で音を出されているかにももちろんよるし、そのままの音はお届けできないわけなんですけれども、2つを並べてみたら、そのギャップで音の、特性をちょっと想像していただけるかなという感じで、動画を作るにあたりまして、こちらのレコーダーを使ってですね、いわゆる空気録音というものですね、再生しながら私が鼻息が入らないように静かにこうやって、2つのスピーカーで同じ音源を再生してみましたので、そちらを聞いていただこうと思います。音源は、動画に、使えるものというのはクラシック音楽の、きちんとした CD とかはね、権利関係がありますので、 YouTube が、提供している YouTube 動画で使って良いというものの中から、比較的クラシックよりの、音を選んでみましたので、そちらで聞いていただきたいと思います。最初に
こちらの新しい産型モデル、次に、2年前に、手作りした、ムックの、付属スピーカー、そういった並びで再生してみたいと思います。いかがでしたでしょうか。違いは感じられましたでしょうか。ちょっとね、空気録音で、そして、皆様の聞いていただいている環境によっては違いがさほどわからなかったとかですね、あるかもしれませんけれども、生で聞いている分にはですね、まあ思った以上に
こちらの2年前のムックの付録キットで作ったものが検討しているというイメージでした。もっとギャップが大きいかなと思ったら、まあさほど思ったほどではなかったですね。ただやはりこちらの方が例えばピアノの音の残響といいますかね、伸びみたいな部分、音のこう名残みたいな部分っていうのはこちらの方が豊かに、実際には再生されているっていう感じがしました。そして、まあ、やはり落ち着いた深みっていうのはこちらがやっぱり上回っているなと、まあ、よかったなという感じですけれども、まあ、お家の中で音楽を聴く時間もね、長くなってきている、まあ、昨今だとは思いますので、スピーカー興味のある方はこういう便利なキットを使って、マイスピーカーを作ってみるのはいかがでしょう。なかなか愛着が湧いて楽しいものです。それではまた。